戦国武将紀行大石定久公です、父の定重公の後を継いでですね、ここ滝山城、ここは本丸ですけども、城主を継いだ、定久公になります。お城についてはまたお城の方のビデオをご覧ください。あと父の定重公も別のビデオを出してますね、ご覧ください。滝山城主になってですね、定久公、父の後を継いだわけなんですけども、この近くの高槻城とともにですね、大石市、山内上杉氏の、家臣中心であったわけですけども、まあ、武蔵の国の守護代まで任されてですね、まあ、特に父の定重公は勇猛ということで、評価されていたようです。ただ山内家の中心といってもですね、まあ、乗政公の代になってですね、まあ、非常にこう衰えたというか、乗政公自体は立派な武将ではあったんでしょうけども、やはりちょっと家臣の離反が多かったですよね。で特に川越城の野戦、川越合戦ですよね。戦いで北条氏康に敗れたことが大きく、もうそれ以降転落の一途ですね、まあ、勢力を二度と盛り返すことはなかったですし、まあ、その後、まあ、上杉方のですね、城主の居城を落とされて、まあ、いちごの長尾景虎が頼って落ち延びて、もう転落でもうずっと、あとはもういちごで亡くなるまでですね、もう二度と関東には、まあその後影虎と一緒に来てはいるんですけども、寺領として蘇ったわけではないですから、まあ、実質ですね、いなくなってしまったと。そんな中でですね、まあ、戦国武将というのは、まあ、どの家もそうですし全国そうでしょうけど、自分の家を守らなければいけないと、家名を残して、家族一族を守っていかなければいけないということで、そのためにはですね、手段を選ばなかったと、そういう武将も非常に多いです。これは当たり前のことでしょうがないですね、生きていくためには。でそういうことで大石氏もですね、まあ、正直言って川越城の戦いでもう上杉を見限ったという形でですね、まあ、北条側につくんですけども、こちらはですね、まあ、滝山城、大石氏が、まあ、城主を務めていたんですけども、大石氏もですね、北条氏の公認政策によって、まあ、婿養子、つまり北条氏康の、三男の、氏輝公を、自分の娘婿にしたわけですよね。つまり北条氏輝という名前は八王子城主として有名なんですけど、先にですね、この一応滝山城主、まあ、正確には、まあ、大石氏輝と名乗った時期がありまして、まあ、意外と知られてないかもしれませんけど、まあ、氏輝ファンの方はね、よくご存知だと思いますけど。ということで、大石氏を介して北条になるまでですね、北条氏輝ではなくて、大石氏輝としてですね、この大石家を継いでいたという形になりますけども、まあ、その、子供の妃っていう姫様ですね、娘さん、その方の、婿が北条氏輝という形になりますので、まあ、北条氏に、人質じゃないんですけど向こうを迎えたということで、完全に北条氏の参加になったと、まあ、それで生き残ったという形になります。大石家はまあその後も続くんですけども、まあ、その後のことについてちょっと今触れませんけども、まあ、それで上杉家からですね、北条氏に乗り換えたというところでですね、まあ、この周辺の、まあ、領地というか場所を任されていたんですけど、まあ、後にですね、北条氏康公は、まあ後で北条氏先生別にビデオをご覧いただきますけど、八王子の方へね、やっぱり健康な城を作りたいということで、ここでちょっと不安だったんでしょうね。そういうことになってます。まあ、定久公はですね、あと遊戯城の方でもちょっと話してますけども、あちらにお墓があるんですね。こちらはまあ、領地というか北条の時代になってから、まあ、要するに北条に土地も、まあ、亀を残す代わりに、領地を、まあ、与えたというか預かってもらったような形になりますんでね、まあ、北条氏の、市場のネットワークの一つになったという形になりますが、まあ、代々、その後の城主も少し変わったみたいですけども、まあ、基本的に大石氏が城主を務めていたと。まあ、定久公といえばね、遊戯城の太田道館にそっくりの鷹狩りの像、弓を持った像がありますけど、本当によく似てますけどね。まあ、定久公についてはあちらの方でまた詳しく出してますんで、はい、戦国武将、の転換期であった上杉氏から北条氏へうまく、乗り換えることができた、大石氏の当主、大石定久公でした。